こんにちは、久しぶりの激辛チャレンジです。なんで出すかな、ファイナル。いやでもファイナルってことはこれで最後ですよね。ごく激辛の2倍の辛さだそうですよ。ごく激辛ファイナル。いや正直前のごく激辛食べた時にもうこれで終わりにするって言っちゃったんですよね。だから避けてきたんですけど、ファイナルってなるとやっぱ食べないとなーって感じですよね。もう YouTube では相当動画上がってますね。食べてみたいと思います。いただきます。とりあえずね、開けたばっかの牛乳いっぱい注いでおきます。そして回復アイテムのスーパーカップももう溶かしときます。溶けてないとね、後でやばいんで。で、冷蔵庫には豆乳もありますし、飲み物、まあ普通に飲み物も一応ソルティーライチとか用意してますけど、準備は万端。怖いなぁ。一応ね、前回までのごく激辛は全部食べきってるんですけど、今回のは食べきれる気しないなぁ。だって普通のごく激辛でギリギリなのに、これ2倍の辛さですよ。なんか動画だと結構一気に食べてる人いるんですけど、一気ならいけるんすよ。辛いっていう感覚が、あーやべえ色、ね、脳に届くまでに全部いけばなんとか食えるんじゃないかな。ただやっぱりさ、味わわないといけないですからね。そんな一気に食ったらもったいない。これはもったいなくてもいい気がする。やっぱりね、色は普通なんすよ。とことん普通のペヤング、いやでもちょっと赤いな。で、匂いもなんかあれだな。ふぅ。さて、運命の時、いただきます。怖え、なんかすげえ怖え、もう汗かいてる。辛っ。